MLB、ドジャース、パドレス、日本時間7日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手は6日、日本時間7日、本拠地で行われるパドレスとの地区シリーズ第2戦に、1番、指名打者で出場する。前日の第1戦では一時同点となるスリーランを放つなど、2安打3打点の活躍。ド派手なプレーオフデビューから一夜明け、パドレスナインも戦々恐々としていた。 豪快な一発は2回の第2打席だった。3点を追う2し1・2塁で右翼席へ叩き込んだ。打った瞬間、大谷はバットを放り投げおたけびをあらわその後もしぶとく中前に運ぶなど、パドレスの勢いを断ち切った。一夜明け、マイク・シルト監督は彼は明らかに打線の中で危険な存在だと私たちは認識していると警戒マックス。彼をどう料理するか考えないといけない。 彼だって人間だ。昨日だって複数回彼を打ち取って、バットも折ったと振り返った。ザンダー・ボガーツ内野手も、この試合で最高の選手の一人。驚異的なシーズンを送ったと称賛。前日の本塁打に、タフな球だったのに、と苦笑いする。前日に三振に打ち取ったタナースコット投手も、もう一人のグレートな打者として見ないといけない。 ここにいる全員がかなりいい選手だからねと警戒心をあらわにする。大谷の次にはムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン両内野手と MVP コンビが並ぶ。彼がやっていることはアンリアル、非現実的。ただ、一球一球、先のことを考えず彼と向き合うしかないんだ。逃げることはできない現状に嘆いていた。